エドゥアルド・コルテス・アルバレスは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の、プロ野球選手、ショートトラックスピードスケート選手、宇藤良田、MLB のマイアミ・マーリンズ所属、スピードスケート選手からプロ野球選手に転身した異色の経歴を持つ。2014年ソチオリンピックの、ショートトラックスピードスケート競技、2020年、 東京オリンピックの野球競技の2競技で銀メダルを獲得しており、夏、冬オリンピック両大会のメダリストである。アルバレスは7歳からローラースケートを始める。2008.2009年の世界ジュニア選手権に出場。その後、室外権の手術を受けて一度はスケートを離れて野球をプレーしていたが、2012年に再びスケートに戻り、ソチゴリンで、 アメリカ代表になる。男子5000メートルリレーで銀メダルを獲得した。オリンピック後に再び野球に転身することを発表し、スピードスケートに戻ることは95%ないと語った。2014年6月11日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、ルーキー級アリゾナリーグホワイトソックスでプロデビューし、8月に A 級カナポリスインディミリターズに昇格した。 2015年はカナポリスで開幕を迎え、7月に A 級ウィンストン・セーラム・ダッシュに昇格した。2016年は A 級バーミングハム・バロンズで開幕を迎え、その後、トリプル A 級シャーロット・ナイツに昇格しメジャー昇格目前まで迫ったが、そこから成績が伸びず停滞した。2019年3月27日にマイアミ・マーリンズへトレードされ、この年は、 参加の AAA 級ニューオーリンズベビーケークスでプレーした。2020年、マーリンズの選手の多くが新型コロナウイルスに集団感染し、ロースターが大幅に空いてしまう。これを受けて8月3日にメジャーに昇格。その後、2日後のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビューを果たした。9月13日にディエフェとなり、17日にマイナー契約となった。 2021年7月、東京オリンピックアメリカ代表に選ばれた。オリンピック本大会では8月5日の準決勝、韓国戦に勝利し、決勝に進出したため銀メダル以上が確定。これにより史上6人目となる夏冬、オリンピックメダリストとなることが確実となった。最終的に銀メダルを獲得、また二類種として、大会ベストナインにも選出された。 ありがとうございます。